アルバート・トゥメノフは、ロシアの男性総合格闘家。カバルダ・バルカルジチ・ソビエト社会主義共和国、チェレクスキー地区出身。アメリカントップチーム所属。現、アカベルター級王者。アルバート・トメノフとも表記される。ニックネームのアインシュタインは、名前がアルバートだったため、子供の頃クラスメートにからかわれて呼ばれていたもの。父の指導で6歳から、 空手とボクシングをはじめ、モスクワ大学進学後の18歳の時にプロ総合格闘技デビュー。2014年2月15日、UFC 初参戦となった、UFC ファイトナイト、マチラ VS、モーサシでイルデマールアルカンタラと対戦し、1から2の判定負けを喫した。2015年10月3日、UFC192 でアラン・ジョーバンと対戦し、 パンチラッシュで TKO 勝ち、パフォーマンスオブザナイトを受賞した。2016年1月2日、UFC195 でロレンズ・ラーキンと対戦し、2から1の判定勝ち。この勝利を受けて、世界ウェルター級ランキングの13位にランクインされた。2016年5月8日、UFC ファイトナイト、オーバーム VS、アルロブスキーでグンナー・ネルソンと対戦し、 ネッククランクで一本負け。2016年10月8日、UFC204 で、レオン・エドワーズと対戦し、リアネーキドチョークで一本負け。この試合が UFC との契約最後の試合で、トゥメノフは再契約を断り、UFC を離脱した。2018年9月8日、アクブ89のアクブウェルター級王座決定戦で、シロ・ホドリゲスと対戦し、3R に、 パウンドで TKO 勝ち。王座獲得に成功した。2019年4月27日、赤95の赤ウェルター級タイトルマッチで挑戦者、ムラッド・アブズ・ライフと対戦し、3から0の判定勝ち。初防衛に成功した。2019年11月29日、赤102の赤ウェルター級タイトルマッチで挑戦者ベスラム・シコフと対戦し、ニアール・コ勝ち。 二度目の防衛に成功した。ありがとうございます。